グレートウェスタン鉄道4100系蒸気機関車、またはバドミントンクラスはイギリスのグレートウェスタン鉄道が製造したテンダー式蒸気機関車の位置形式である。軸配置はバドミントンクラス急行旅客4から4から0蒸気機関車は以前から開発として1897年に導入されたデューククラス。 バドミントンという名前は、ボーフォート港のバドミントンの辞書にちなんで選ばれました。この地を介して、GWR は当時サウスウェールズに新しい路線を建設していました。設計のさらなる変更により、1900年に後ばら、クラスが収益しました。これらの機関車の名前は、一般的に現代の軍事従事者、または上級陸軍司令官から取られました。後のエンジンは、 大英帝国の都市にちなんで命名されました。機関車の最終バッジは、園芸植物の品種にちなんで命名され、その結果、花のクラスとして知られていました。これらの3つのタイプは後に標準化され、単一のクラスとして扱われたため、ここで一緒にリストします。もともとアームストロングクラスとして1894年に建てられた他の4つのプロトタイプ4から4から0も、 あとにバドミントンとして再建されました。このクラスは1912年に GWR4 から4から0機関車の番号が付け直され、ブルドッグクラスがシリーズ3300から3455に集められ、他のタイプはそのシリーズから番号が付け直されました。このクラスは4100から4172の番号を取りました。クラスの最初のメンバー、EA 3292は1897年12月にドーム型の並列ボイラー、隆起したベルペアーの過失及びデューククラスで使用されていたものと同様の拡張された作り付けの煙室で完成しました。外側のフレームは各駆動輪軸上で湾曲していました。1898年4月にバドミントンと名付けられました。11発の機関車のバッジ。 3293から3303までは1898年4月から7月の間に完成し、さらに8つのバッジが追加されました。1304年9月から1899年1月の間に3304から3311まで。このクラスは同性のベルペアーレカ質を装備した GWR の最初の機関車でした。 最後から2番目の例、いいえ。3310ウォーターフォードには、ドームレスの並列ボイラー、スチール製のベルペアの過失、大型のキャブが装備されていました。クラスには、シリンダーの下にスチームチェストとスライドバルブが取り付けられていました。ベンは、スティーブンソンのベン装置によって駆動されました。スライドバルブと蒸気室のこの反転構成は、 もともとによって導入されたウィリアム・ストラウドリーの LB&SCR バルブが離れるレギュレーターが閉じられた時にシリンダーの蒸気口はこのような摩耗を低減する対抗から落下させました。スチームチェストはシリンダー間でなくシリンダーの下にあったためシリンダーの直径を大きくすることができました。シリンダーの中心線はバルブの中心線に対して6度の角度で傾斜しており 各中心線は駆動中心と一致しています。この配置によりバルブロッドを拡張リンクから直接駆動できます。アームストロングおよび3031クラスで最初に使用されたこのシリンダーバルブバルブギアの配置はフレーム付き4から4から0以外のすべての GWR で使用されスライドバルブは最終的にピストンに置き換えられました。バルブ クランクピンのための連結棒はに対応する内部の暗いクピンに沿って配置されたコネクティングロッド。この配置もストラウドリーによって開発されました。ストラウドリーはコネクティングロッドが共有されるクランクピンに直接作用する該当エンジンで起こるように内側のクランクの動きがカップリングロッドにスムーズに伝達されると主張しました。カップリングロッド付き。 ストラウドリーによれば、車軸の外側、シリンダー付きの機関車の車軸ボックス、ベアリング面、ホーンブロック、および連結ロットの寿命は内側のシリンダーの例の2倍です。しかし、2つのクランクを揃えると、クランクとロットの合計質量を打ち消すために、外側のクランクに対して180度の重い駆動バランスが駆動輪に必要でした。バドミントンには、 三日月型の大きなバランスウェイトがあり、ワークショップでの車輪の取り付けられていないペアの取り扱いが困難になりました。バドミントンクラスの機関車の一つは、実験用ボイラーで改造されました。ブリストルを経由するルートよりも、起伏の激しい直読トーントンルートの差し迫った開通により、最も適切な機関車が提供されるようにする必要がありました。 チャーチワードのチーフアシスタントである FG ライトは非常に深い皮質を備えた大型ボイラーを設計しました。1297年7月、R カウドール3297。ボイラーは大量の温水を保持するように設計され、起伏のあるラインに沿って走行する機関車を支援するための貯水池を形成しました。また、 76.2立方フィートに対して85.13立方フィートの蒸気空間を提供しました。4から4から0に取り付けられた2種類の標準ボイラーのうち大きい方の標準4ボイラーのこの体積の増加は蒸気の貯蔵庫を提供することを目的としていました。過失は水平な格子で連結された車軸の間に深く設置されました。これの目的は 熱い火を積み上げ、日と接触する質の面積を増やし、過湿プレートに沿った温度勾配を減らし、過湿の破損のリスクを減らすことでした。ボイラーを 210LBF、インニに加圧しました。ナンバー3297には、北東部を連想させる2つの側面窓を備えた、大型、キャブも装備されていました。練習。機関車は、最も要求の厳しい列車で、 定期的に名簿に載せられましたが、要求された仕事に及ばず、副次的な任務に追いやられたことがすぐに明らかになりました。1906年10月にボイラーを除去し、標準的な4号ボイラーに置き換え、ノースイースタンスタイルのサイドインドウキャブ11月1904年チャーチのタイプによって置き換えられた最大軸重20トンの範囲で、それも2気筒で4気筒のキャッスル器用量がする、 高性能を実現するため、ボイラーは、キャッスル級のナンバー8型やキング級のナンバー1に、型とも異なるナンバー1号型が搭載された。このボイラーは、GWR スウィンドン工場が第二次世界大戦中に、イギリス交通委員会参加の鉄道管理委員会の発注により80両を肩代わり製造した、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道8階型の、 設計を手直ししたもので、改めホール級で高成績を収めた新型の4列加熱管を導入、ナンバー8型よりも感動部が大直径、単円管化され、さらに、使用圧力をナンバー8系の225ポンド、平方インチから、ナンバー12系の250ポンド、平方インチを上回る280ポンド、平方インチまで一気に引き上げることで、燃焼効率を向上した。 このボイラーは同時期に設計された1500系の便装置とともに本来はホークスワースが設計作業を進めていたパシフィック型軸配置の高速旅客列車用新型機関車のために開発されていた技術、設計を流用したものである。そのため本形式は本命のパシフィック機を製造する前に超高圧ボイラー及びその補機群の実動データを 収集するためのテストベッドとしての役割も持たされていた。もっとも、このボイラーは高圧化による高性能実現と引き換えに、ボイラー感動の直径増大や重心の向上を伴っており、2気筒で4気筒機に匹敵する、牽引力を確保する必要もあって、同輪系の縮小を求められた。このため、同輪系はホール、改めホール級よりは拡大されたものの、 それでもキング級よりもさらに3インチ、小さい6フィート3インチ系となっている。このように、ボイラーと同輪、そしてボイラーに付帯する、高圧化された、各種機器は、新設計や、設計変更が実施されたが、板大枠とされた大枠など下回りの基本構造は、実績あるセイント級以来の標準設計に従う、改めホール級の設計がほぼそのまま踏襲されており、 淡水車もホークスワース設計による改めホール給与と共通のものが製造された。ナンバー3373後原は1900年4月に建設され40種類の機関車の最初のものです。バドミントンの湾曲した外枠の代わりに、このクラスはまっすぐな上部の枠を持ち、これはその後のすべての外枠の4から4から0の標準パターンになりました。 これらの直線フレームは結合されたホイール間のプレートの深さが大きいため破損しにくい。アトボラズはバドミントンのストラウドリークランクレイアウト、シリンダー、バルブ、バルブギアを保持していましたがボイラーが異なっていました。これはパラレルドームレス標準2型です。ナンバー3405モーリシャス1902年9月に標準ナンバー4タイプのプロトタイプである。 テーパーボイラーで再沸騰しました。テーパーボイラーを取り付けた最初の GWR4 から4から0です。これに続いて、さらに9人の後腹、NO.3400 から3404及び3406から3409は、1907年2月から1909年2月までに4号ボイラーで再建されました。10個はシクラスに追加されました。 ナンバー3382マフェキングは1911年6月24日の事故で大きな損傷を受けた。修理不能と判断され、1911年9月に撤回されたため、1912年の番号付け替えには含まれなかった。残りの後腹は1927年4月から1931年5月に撤退した。テンプレート GWR ロコモーティブス、ありがとうございます。